はい、こんにちは、ゆうと申します。今回の動画はですね、ストロークの基礎練習ということでレッスンしていきたいと思います。このストロークの練習はですね、このチャンネルを立ち上げて2本目に上げたストロークの練習のアップデート版となっております。より分かりやすく見やすく説明していきたいと思いますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。また今回エレキギターでやりますが、アコースティックギターでも共通して練習できますので、ぜひ手元にギターをご用意して一緒に取り組んでいきましょう。練習パターンはですね、3パターンご用意しておりますので、ぜひできるところからゆっくりやっていただければと思いますので、最後までよろしくお願いします。それでは本日も楽しくギターを弾いていきましょう。はい、それでは練習に入りたいと思います。メトロノームのテンポは90でやっていきたいと思います。まず上にリズム譜がついてると思うんですけども、こちらはですね、8分音符で記載しております。最初の2小節がダウンストローク、ダウンストロークというのは上から下にリカブることをダウンストロークと言います。で、後半の2小節がアップストローク、今度は下から上に上がっていく、これを2小節やります。で、4小節のところにですね、かける2というふうにやります。これはですね、最初の4小節をやったらもう1回4小節を繰り返してやるという意味となっております。それではですね、早速リズムに合わせながらやっていきたいと思います。メトロノームを鳴らしていきます。こんな感じですね。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、このテンポでやっていきます。最初の2小節はダウンでいきますね。それではいきます。はい、1、2、3、4、1、2、3、今度アップ、アップ、もう一回ダウン、ダウン、アップ、アップ、はい、こんな感じですね。少し早いなと思った方はですね、今の四分のリズムでやっていただいても大丈夫です。さっきのやり方だと早いなとかだと、こういう感じにやってみてください。1、2、3、4、アップ、もう一回いきます。アップ、もう一小節、こういうテンポですと無理なくできるかなと思います。ここでですね、ダウンストロークとアップストロークのコツを説明していきたいと思います。まずダウンストローク、上から下に振りかぶる感じですね。これはですね、このピックありますね、ピックの角度が大事なんですけれども、弦はこう垂直になってますね。で、このままピックを下ろしちゃうと、どっかで必ず引っかかりができてしまいます。このまま、まっすぐ下ろすと。で、なるべく滑らかにサッサッっていう音が出すには、ピックをですね、振りかぶるときに弦に沿ってこう、弾いてあげる。手首で、こんな感じで吐くような感じですね。このままやると引っかかってしまうので、手首をのスナップを効かせながら弦に沿わせて吐いてあげる。これだとこういう音になっちゃいます。垂直に下ろすとではなくて、手首で払う感じ、
手首で弾く。こうしなやかに弾くように意識してみましょう。アップもですね、その逆で、これもそのまま上がろうとすると引っかかってしまうので、今度は返すスナップ、ダウンはこう、アップは返ってくる感じ。そうするとサッサッサッという音になると思います。こうではなくて、こんな感じですね。そうすることによって歯切れのいいテンポで練習することができますので、意識して取り組んでみましょう。はい、続いてですね、オルタネートストロークの練習をしていきましょう。オルタネートストロークというのは、ダウンストロークとアップストロークを交互に演奏するのが特徴になっております。1回目でやったのはダウンで演奏するかアップで演奏するかのどっちかだったんですけど、オルタネートストロークはダウンアップ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 、こういう弾き方になります。なのでですね、ダウンとアップが交互に出るので、より手首のスナップが重要になります。なるべくこう力を抜いてリラックスした状態で、腕で下ろすのではなくて手首で引いてあげる。そうすることによってよりしなやかに演奏することができますので、ぜひ意識しながらやってみましょう。最初の2小節は1回目でやった8分音符をオルタネートで弾いたタイプで、後半の2小節なんですけれども、これはですね、ちょっとリズムが異なりまして、実は16分音符といって8分音符の倍のリズムになってます。で、しかもですね、このリズムが、音符が3つにしかないように見えて、実はですね、間の、音符を抜いてるので、リズムが立ったか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 という跳ねたリズムになります。弾いてみると、こういう跳ねたリズムに聞こえると思います。で、後半の2小節の弾き方はダウンダウンアップダウンダウンアップ、この弾き方でやります。慣れてきたらなるべく手はですね、16分音符を刻むように、タカ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 タッタカタッタカという感じでこう刻めるように意識してみてください。それではですね、早速テンポ90でやっていきたいと思います。で、少し慣れてきたら巻き戻してチャレンジしてみてください。ワン、ツー、スリー、フォー、立ったか、もう一回、ダウンアップダウンアップ、立ったか、はい、結構ね、切り返しが大変だと思いますので、まずはゆっくりなテンポで、慣れてきたら徐々にテンポを上げてチャレンジしていただくのがよろしいかと思います。ではですね、もう一度やってみたいと思います。ぜひ諦めずチャレンジしてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ダウンアップダウンアップ、次立ったか、立ったか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 、はい、こんな感じになります。で、後半の2小節はですね、ポップスなどに非常に有効になりますので、ぜひ取り組んでみてください。はい、それではですね、最後のレッスンに参りたいと思います。
最初の2小節がとんでもない感じになってると思うんですけども、これがですね16分音符になっておりまして、すごく速いリズムになります。ただですね、2個目でやったオルタネートストロークが頑張れた方はですね、挑戦できますので、ぜひ諦めずにやってみてください。でですね、3小節目と4小節目がですね、それぞれ応用で違うリズムにしています。これもですね、曲を演奏する上で非常に役に立つリズムになるので、ぜひチャレンジしてみてください。最初の2小節は8分音符の倍になるのですごく速くなります。タカ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 。で、3小節目はタッタッタカタカタッタッタカタカ、ダウンダウンダウンアップダウンアップダウンダウンダウンアップダウンアップ、タッタッタカタカタッタッタカタカ。で、4小節目がですね、タッタカタカタカタッタカタカタカ。これもですね、2個目でやった後半2小節と同じリズムが頭について、あとはタカタカタッタカタカタカタッタカタカタカ、跳ねて通常に戻って跳ねて通常に戻るというリズムになります。これをですね、1回試しでやってみますので、感覚をつかんでみてください。ワンツースリーフォー、はい、こんな感じになります。リズムパターンが入れ替わるのでちょっと大変かとは思うんですけども、これもですね、慣れるまでゆっくりなテンポでやって、で慣れてきたらこの動画に戻ってきていただいてチャレンジしていただければと思いますので、諦めずにまたやってみましょう。それではですね、早速90のテンポでやっていきたいと思います。ワンツースリーフォー、タカ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 タッタッタカタカタッタッタカタカタッタカタカタカタッタカタカタカ。せーの、タッタッタカタカタッタッタカタカタッタカタカタカタッタカタカタカ。はい、結構忙しいかと思いますので、もう一度やってみましょう。ワンツースリーフォー、チャカチャカタ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 カ、タッタッタカタカタッタッタカタカタッタカタカタカタッタカタカタカ。はい、どうでしょうか、できましたでしょうか。これがですね、16分音符のオルタネートストロークパターンになります。はい、ということでですね、今回はストロークの練習をやってみました。この練習はですね、きっと、皆様の演奏の役に立つかと思いますので、ぜひ日々の練習として取り組んでいただければと思います。このチャンネルではですね、ギター初心者の方に向けたレッスン動画や演奏動画、機材紹介などを行っております。ぜひですね、ご自身の練習のためになりそうだなという動画がありましたら、ぜひチェックしていただいて、もしよろしければ高評価ボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。そしていつもこのチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。皆様がですね、ご覧いただくおかげで、自身もですね、頑張って動画を撮ったりとか編集できたりしておりますので、改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございます。今後もですね、楽しいレッスン動画を上げていきますので、ぜひこのチャンネルを末永くよろしくお願いいたします。それではですね、またの動画でお会いしましょう。